皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回はですね、私が普段使っているカバンの中身についてご紹介していきたいと思います。結構ですね、あのカバンが、普段使っているのがあってですね、結構インスタの DM とかでも質問いただいたりとかしてまして、まあ、こちら の, あのカバンを普段使ってるんですけども、結構撮影とかで、まあ、行くとこもあってですね、この中に機材とかもいろいろ入ってるので、そちらはですねちょっと簡単に紹介していきたいなというふうに思います。そもそもカバンなんですけど、もともとは、まあ、あの映像とかですね、機材がまあちょっとだけあるっていうことでカメラ用のバッグをまあ使ってたんですけれども、あのカメラ用のバッグってあまりこうなんていうんですかね、かっこいいものというか、まあ、僕結構革が好きで、革のかっこいいカバンっていうのがやっぱりなくて、どっちかというとやっぱり結構機能性とかが、カメラってやっぱ言われたりとか、まあ、疲れにくかったりっていうのがあって、そのデザイン的にもいいのがないなと思ってた中で、あの革の、まあ、カバンを見つけてですね、あ、これいいなと思ったんでちょっと一目惚れして、あの買ってしまったんですけど、あの土屋製作所っていう、まあ、カバンの革のあのカバン屋さんがあるんですけども、まあ、それの底から出てるですね、まあ、リュック、まあ、ランドセルみたいな形のカバンがあるんですけども、まあ、これがですねめちゃくちゃ良くてですね、一目惚れして買ってしまったんですけど、まあ、これがですね、あの何がいいかっていうところを含めてちょっとご紹介できればと思います。まあ、僕がですねこれを、このカバンですね、最初にまあ決めた理由っていうのが、まあ、シンプルにデザインがいいっていうところで、まあ、かっこいいなって思ったんですけど、革の中でちょっとこれ見れるかわかんないんですけど、めっちゃいいんですよ。中のポケットもいっぱいあるんですけど、このパソコンが別で入るんですね。でこのパソコンが別でこうやって入るっていうのが、まあ、革のトートバッグとかだったんですけど、リュックとかっていうのがまああんまりなくて、まああんまりとかなかったんですよね。なんで基本的にその僕のその撮影スタイルっていうか、結構その撮影行ってすぐ編集したりするので、パソコンっていうのは基本的に持ち運ぶんですけど、まあ、これがですね、そのちゃんとパソコン用のところがあるっていうのがですねすごい良かったんで、まあ、これを買ったっていう感じなんですけど、まあ、そういったところもあってですね、まあ、このカバンを普段使っているって感じですね。で結構まあ値段もするんですけども、まあ、基本的にまあ、いいものを長く使うっていうことをあのした方がいいっていうことですね。まあ、あのカバンもですね結構いいものを買ってですね、まあ、これを長くあの使っていこうかなっていう形でですね、普段からずっと使ってるって感じですね。でカバンはですね、まあ、こんな形でご紹介したんですけど、ここからですね、まあ、あの普段まあ仕事で撮影とかしてるんですけど、まあ、これのですね中身をですね紹介していきたいなというふうに思います。ということで、ちょっとカバンの中身をですね一つずつ見ていきたいと思います。で普段はですねこれですね、 MacBook Pro の M1 チップですね、13インチのものになって、まあもともと15インチ使ってたんですけど、やっぱりこう移動がもう本当に多くて、撮影で本当月ずっと、まあ、いろんなとこ点々としてるんで、基本的にはですね荷物をまあ軽くしたくてですね、充電もまあ減らしていきたいっていう感じなので、まあこれは13インチで全然、まあ、サイズも気にならずですね軽い感じなんで、まあ、これは おすすめというか、まあ、気に入っているような感じですね。で、まあ、これで普段ですね、編集とかをしているような感じになります。でですね、メインのところからいくとですね、ソニーのですね S3 ですね、ちょっと今まあストラップはつけてないんですけれども、これがソニーの S3 ですね。で次がですね、これ結構360度カメラが入ってるポーチなんですけど、この中にですねめちゃくちゃカメラが入ってましてですね、360度カメラセットって言ってですね、何個入ってるんですかね、めちゃくちゃ入ってるんですよで、まあ大きく言うと360度カメラインスタ360の1の X2 っていうカメラがですね、2台ですね、まあ、これが2つとですね、あとはインスタ360の360度カメラの 1R が、まあ、これも2つですね。で、新しく出たですね 1RS っていうカメラも、まあ、1台入ってて、あと GO2 っていうこのちっちゃい360度カメラの、まあ、メーカーから出てるちっちゃいカメラがあるんですけど、これですね、こういうアクションカメラだから、はい、があってですね、まあ、基本的に僕が iPhone で撮影をするんですけど、それ以外でも360度カメラを使って、まあ、撮影することがあってですね、結構仕事とか結構その島とかテレビの撮影とか行く時ってやっぱり機材一つだと、なんていうんですかね、これがこううまくいかなかったりとか、
で不具合を起こした時とかはやっぱりこう予備で何個か持っておいた方がいいので、まあ、こういったところはですね結構多めに持ってる、多めというかですね多分めちゃくちゃ持ってると思うんですけど、まあ、この辺は常にまあ持ち歩いてるって感じですかね。カメラの機材はですね、まあ、大きくまあこのソニーと、あとはまあ、まあ、iPhone ですねと、まあ、ソニーとあとは360カメラ、まあ、この辺ですね、まあ、基本的にはこの辺のカメラで普段は撮影しているような感じになります。あとはですね、まあ、あのバッテリーで結構あのカフェとかで編集したりとか車の中でもまあ編集したり移動時間とかするんですけど、基本的にそのパソコンとかもやっぱり充電しないといけないので、こちらのですね 26,800mAh のですねバッテリー、強力なバッテリーがあるんですけど、まあ、これもですね普段は常備してるっていう感じですね。まあ、メインのところはですね、まあ、こういった形になってですね、まあ、基本的にまあ機材とかをですね、まあ、メインのカバンの方に入れてるっていう感じになります。じゃあ、ここまでがまあ基本的なまあ機材とか入れてるんですけど、次にですね、まあ、小物系をですねちょっと紹介していきたいんですけど、この中のメイン以外にですね、まあ、ポケットがもう一つありましてですね、まあ、ここにですね、まあ、いろいろ小物みたいなのを入れてるっていう感じですね。これが小物になりますね。で、まあ、基本的にはですね財布とかあとは名刺ケースですねを入れてまして、まあ財布もですね、僕はこういうもの革を、まあ、基本的には持つようにしてて、この財布はですねめっちゃいいのが、もともと長財布がまあ好きなんですけど、もともと何ていうんですか、こうパカッてするやつだったんですね。でここから何ていうか3方向着火するやつなんですけど、これ L 型の財布なんですよね。でここのチャックが 2個でいけるんで、結構その物を取り出す時とかこのアクションじゃなくてこの2個の操作でいいんで、結構そのシンプルに財布開けれる、これめちゃくちゃ良くて、革の L 型の財布ってあんまりなくて、だいたいこう折りたたみかこの3方向に、まあ、金物が回ってるっていう感じなんで、これのまあ L 型の財布っていうのは開けるの本当めちゃくちゃ便利で、これはめちゃくちゃおすすめですね。で、iPhone の 12 Pro Max ですね、まあ、これはですね、まあ、予備っていうかこのメインの普段使ってる 30 Pro が電池切れたとか、まあ、裏側で必要みたいな時にたまに活躍するスマホになります。 あんまり使ってないですけどね、まあ、一応入れてるって感じですね。であとはまあ名刺ケースですね、まあ、これも学生の時にですね家具屋さんで働いてたんですけど、まあ、インテリア雑貨の中でですね、まあ、就職するタイミングでその店長からお店からですねプレゼントでもらった名刺になります。まあ、これも革でですねイタリアのナチュラルトアタレンで、はい、イヤホンですね。まあ、イヤホンは僕は本当ワイヤレスというかですね出たんですけど、結構なくしてしまうのと、あと充電をしないといけないんで、基本的にはまあ Apple Watch とかイヤホンとかもそうなんですけど、充電が増えるのがすごい嫌で、っていうのはもう機材充電するだけでめっちゃいっぱいしないといけないんですよ。だからなるべくそういうイヤホンとか、まあ、時計とかもあれなんですけど、もう充電っていうものはもうしないような形で物をですねどんどん減らしていってるっていう感じですね。はい、小物はまあ以上になります。まあ一応これが、まあ、普段ですね僕が撮影とかで、まあ、標準で入ってるような小物ですね。結構全部入れてるとですねまあまあ重たいんですけど、まあ、それでもですね普通の撮影行く、まあ、映像クリエイターと言われるようなカメラマンとかですね、カメラマンさんとかに比べると、まあ、まだ少ない方なんじゃないかなっていうことでなんですけど、まあ、結構その特殊というかですね仕事のカバンの中身にしてですね、まあ、普通の人よりかはまあいろいろ入って特殊なのかなって感じですかね。はい、ということで、今回はですねバッグの、まあ、仕事で使うカバンの紹介と、まあ、その中身ということで、まあ、普段はですねあまりこうカバンの中身とか紹介しないんですけれども、いろいろ普段僕が使っているものだったりとかをですね、ご紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。全般的にですね、まあ、小物とかもご紹介させていただいたんですけども、個別でまあ気になることとかですねあればですね、ガジェットとかも商品とかもですね紹介していければなというふうに思ってますので、もし気になる方があればですねコメント欄の方にいただければと思います。ということで今回はですね、仕事用で使うカバンとですね、まあ、その中身についてご紹介させていただきました。はい、今回の YouTube は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。